どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は2023年僕が読んで本当に良かったなと思う本ベスト20を紹介していきたいと思います。このチャンネルでは読書大好きな僕が読んで本当に面白かったなという本を紹介していくチャンネルなんですけれども、今回は1年の締めくくりとしてこの1年に僕が読んだ中で面白かった本を紹介していきたいと思います。まあ、この1年間振り返ってみると、もう新刊もめちゃくちゃいい作品出てましたし、まあ、僕自身に関して言うと過去の名作なんかもね結構読めた年ではありますので、そんな僕がですね今年1年に読んだ小説の中からベスト20のねランキングを作りましたので、そちらを紹介していきたいと思います。ぜひ皆さんの来年に読む本の参考にしていただければなと思います。それではランキング20位から参りましょう。はい、それでは早速20位から発表していきたいと思うんですけれども、このランキングですね、僕の好みのランキングということもあってミステリー小説結構偏っちゃってるかもしれないんですが、ミステリー小説以外にもですね結構ランクインしていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速第20位から参りましょう。第20位がこちらです。せすじさんの近畿地方のある場所について、情報をお持ちの方はご連絡ください。近畿地方のある場所にまつわる怪談を集めるうちに恐ろしい事実が浮かび上がってきました。はい、ということでこちらの近畿地方のある場所についてが第20位となります。こちらですね結構異質なホラー小説となってます。この作品の主人公はオカルト雑誌のライターをしている私という人物が主人公となってまして、そんな私がですね、編集者の友人である小沢くんと一緒に近畿地方のある場所についてをどんどん取材していくという序盤になっています。そんな中小沢くんがその近畿地方のある場所についての情報をかなり入手しましたと。もうここからは僕がその場所に現地へ赴いて実際に取材をしてきますと小沢くんが言うんですけれども、なんと小沢くんはそれきり主人公の目の前に現れなくなりました。そしてそんな私はですね、この近畿地方のある場所についてという本を出版して小沢くんについての情報を集めています。ぜひこれを読んだ方で身に覚えがある方は連絡してきてくださいというお話になってるんですよ。これ続々ってなりますよね。このなんかフィクションと現実の境界がなくなっていくような、作品でもあるんですね。でこれがめちゃくちゃ怖いですね。大まかなあらすじはそんな感じなんですけれども、この作品の中にはですね、その近畿地方にある伝えられている逸話とか、取材のねインタビューのテープ起こしなんか、こういろんな形の文章が入っています。それこそそのネットの記事なんかも入ってたりしますし、実際にこう取材をしてどういう真実に行き着いたのかというところの推理とかまで入っているので、いろんなね文体の短編がこうギュッと入っているという感じです。でこの作品のね一番良かったところは、この終盤にかけての近畿地方のある場所についてを核心に迫っていく描写というのがかなりズバ抜けてて、そこがねめちゃくちゃ良かったですね。こうどん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 階段を一歩ずつ登っていって、踏み込んじゃいけない場所までこう来ちゃってる感じっていうんですかね、それがもう読めてもう続々となるような本でした。そしてこちら巻末にですね袋閉じが入っていまして、取材資料があるんですけれども、その袋閉じを見ちゃうとですね、これ夜眠れなくなります。もうそれほどこうインパクトのあるね袋閉じの中身となっていますので、ぜひ気になる方、ホラー好きだよって方はね、ぜひ近畿地方のある場所について読んでみてください。ということで2023年読んで良かった本20位がせすじさんの近畿地方のある場所についてでした。続いて2023年読んで良かった本19位がこちらです。真矢豊さんの翼ある闇、メルカトル亜佑最後の事件、京都近郊に立つ館宗和城。この奇妙な館に名探偵木更津優也と助手の私が招かれます。そこで待ち受けていたのは首なし死体、密室、蘇る死者、そして見立て殺人。どんどんと繰り返される殺人事件に対して名探偵木更津優也と名探偵メルカトル亜佑が謎の解決に挑むミステリー小説となっています。こちらの作品ですね、真矢豊さんというミステリー小説好きの中ではかなり有名な作家さんのデビュー作となっております。でこちらはですね、今年僕読みまして、素直な感想で言うと、なんじゃこりゃと、もうびっくり仰天するミステリーでして、これ読んでいてですね、あまりの衝撃にこう一旦読むのをやめるっていうことをした作品でもありますね。でこれはとってもぶっ飛んでいたので19位にランクインしました。こちらの作品あらすじからすると、もう奇妙な殺人事件がこの不思議な館で起きてしまって、そこに、名探偵と助手が行って、事件をどんどん解決していくというような、あらすじに聞こえるかと思うんですが、この作品で、すごいのが、この
木更津優也という名探偵とメルカトル亜佑っていう名探偵がいるんですよ。でこの2人の探偵が同じね館に招かれて、まあ、違う推理をどん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 していくというお話になってます。これ名探偵2人が登場することによってこういろんな推理が重ねてこう進行していくんですね。でその物語で出てくる推理っていうのがもうあまりにもぶっ飛んでるものが何個も出てくるんで、初めて読んだ方はもうそれ読んだらもうなんじゃこりゃってこう本をね一回閉じた僕の気持ちが分かると思いますので、まあ、ぜひね気になった方読んでみてください。まあ、ただ、まあ、ミステリー小説としてはちょっと初心者向けではないのかなと思いますので、この後もですね初心者に読みやすいミステリー結構紹介するんですけれども、まあ、そちらを読んでなんとなく物足りないなという方は、ね、ぜひこの作品読んでみてください。ということで第19位が真矢豊さんの翼ある闇メルカトル亜佑最後の事件でした。続いて2023年読んでよかった本18位がこちらです。港かなえさんの N のために。超高層マンションスカイローズガーデンの一室でそこに住む野口夫妻の変死体が発見されます。現場に居合わせたのは20代の男女4人。4人のそれぞれの証言によってこの事件はあらぬ方向へと向かいます。なぜ夫妻は死んだのか、 N のためにの N とは何か、切なさに満ちた純愛ミステリーとなっています。はい、こちら港かなえさんの作品となります。まあ、港かなえさんはですねこう嫌ミスといって嫌な感じがね残るミステリーの女王と呼ばれてる方なんですが、この作品ですね、まあ、嫌ミスというよりかは読者の心にこうネバッとね塗り広がっていくようなイメージの作品で、このタイトルの N のためにというのが一体誰なのかと、この N は何かというのがこの作品の肝となります。作品の構成としてはそのマンションで起きた殺人事件に対してその場に合わせた4人の N が登場するんですね。この N はこう名前に N というイニシャルがつく4人なんですけれども、もう各それぞれの N がですねその事件についての証言を独白形式で語るんですよ。この独白形式がですねマジで面白くて、港かなえさんの傑作小説、まあ、告白っていう小説があるんですけれども、その小説でも結構同じような構成の作品となってまして、その関係者自体が語り手になることで、まあ、一つの事件がいろんな側面が見えてくるっていう面白さがある作品で、この N のためにという作品もですねこの4人の N がそれぞれ一つの事件について語っていくんですけど、それぞれが語る情報というか証言によって一つの事件が全く違う見え方をするんですよね。でこれがめちゃくちゃ面白かったです。同じ事件は使ってるはずなのに4人がそれぞれ語ることによってその事件自体が全く違うものに移ったり、こうどん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 2点3点していく物語っていうのは読んでて心地よかったですし、まあ、最後のですね本当に N のためにこの N がどの N なのかっていうのがすごく読後感に効いてくる部分で、読者自身でこの N のためにの N とは何なのかっていうのを噛み締められるという作品にもなっておりまして、これは面白かったですね。かなり満足感があった小説になります。ぜひね気になった方読んでみてください。ということで2023読んでよかった本第18位が港かなえさんの N のためにでした。はい、続いて2023年読んでよかった本17位がこちらです。朝倉明さんの教室が一人になるまで。北楓高校で起きた生徒の連続自殺。一人は学校のトイレで首を吊り、二人は校舎から飛び降りました。全員が仲のいいクラスでなぜこのようなことが起きたのか。主人公の柿内智弘は幼馴染の白瀬瑞希から驚くべきことを告げられます。自殺なんかじゃない、みんなあいつに殺された。他人を自殺させる能力を使った証明不可能な犯罪。柿内智弘と白瀬瑞希はこの特殊な犯人を捕まえることができるのかという青春ミステリーになってます。はい、こちら朝倉明奈さんの教室が一人になるまでなのですが、この作品ですねかなりいろんな要素が詰まってるミステリー小説になってまして、冒頭のあらすじでも言ったこう特殊能力が結構出てくるっていう SF 的な面と、主人公たちが高校生なのでこう不安定な高校生の心理描写も前面に押し出される作品でもあり、まあ、ミステリー小説としてね誰が自殺に見せかけて生徒を殺していたのか、そしてこの自殺させる能力とは具体的に一体何なのかという謎もどんどん絡まって進んでいくという、かなり緻密に計算されている作品になります。そしてなおかつめちゃくちゃ読みやすいという、この作品は本当にいろんな方に読んでほしいなと思いまして、今回17位にランクインさせていただきました。朝倉明さんという作家さんはですね、本当に僕が一番大好きなのは6人の嘘つきな大学生が一番大好きで、まあ、かなり伏線の狙撃手と
言われている作家さんなんですけれども、こう伏線のね回収の仕方がめちゃくちゃうまいんですよね。でこの作品においてはその伏線回収っていうところはあまり重きを置かれてなくて、メインテーマとなっているのはこの謎とか特殊能力とかじゃなくて、こう高校生の心情なんですね。でここがなんかこうあらすじとはまた違った読み応えがあるかなっていう部分で、なんでこの SF の世界でこの能力をなぜ使ってしまったのかというところと、犯人はどうしてそのクラスの人物を殺そうと思ったのかという動機の部分が、まあ、かなり青春要素が強く出てて、とてもね読んでて、まあ、苦しかった部分でもあったんですけれども、いや読んでよかったなという部分でもあり、いやめちゃくちゃ良かったです。冒頭でも言ったんですけど、かなりねいろんなあの要素が散りばめられている作品なので、まあ、いろんな方に刺さると思います。まあ、例えばその特殊能力をこう暴こうとするところとか、結構頭脳戦が繰り広げられてるんで、まあ、それもねどん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 ページが止まらない要素の一つかなと思いますので、まあ、ぜひね気になった方読んでみてください。まあ、特に中高生の方とか大学生の方に読んでほしい作品かなと思います。ということで2023読んでよかった本17位が朝倉きなりさんの教室が一人になるまででした。続いて読んでよかった本16位がこちらです。産方父さんのコッパイ、東京の終焉から迫る邪悪な怪異、男は家族と仕事を守れるのか、読む者を恐怖の底に飲み込む著者初のホラー長編という話になってます。はい、こちら16位がですね、産方父さんのコッパイということで、いやこれもねめちゃくちゃ怖いし面白いホラー小説でした。であらすじがですね、この松永光弘っていう人物が、まあ、主人公なんですけれども、松永光弘はですねこの奥さんとね娘さんっていう愛する家族がいるんですけれども、会社の命令で建築物を建てている現場の地下に調査に行ってくれと言われるんですね。なんでその調査をしなきゃいけないのかというと、その現場の地下の写真がツイートされていると、火が出たとか、まあ、いるだけで不快になるとか、人骨が出たなんてね言われたりして、現場で働いている人の誰かがツイートしたのだろうなと思いつつ、このツイートが本当かどうか確かめるために地下の現場に向かうんですよ自分自身で。その場所がですね結構暗いジメッとした感じで、こうどんどん進んでいくと、なぜか祭祀場があるんですね。でこれなんか祀られてるんですよ地下なのに。でその祭祀場となっている部分のところに巨大な穴が開いたって、なんとその巨大な穴の下に男が鎖につながれて人にポツンといるんですね。でこの時点で続々ってなるんですけど、主人公の松永はですね心優しいんで、鎖につながれてる人物にあなたは何をしてるんですかって聞いて、とにかくこの場所から出ましょうと言って、繋がれてる人を解放してあげて一緒に外に出ようとするんですよ。なんですけど帰り道を確認して、じゃあ行きますよって言ってふって後ろを見るんですけど、誰もいないんですね。おかしいなと思って、その日はこう家に帰るんですけど、その男を解放してしまったことで呪いが彼の周りに侵食し始めるというお話になっております。いやいやいや、これ怖いっすよマジで。でこの作品のすごく面白かったなという部分なんですけど、本の舞台は東京なんですね。で東京の地下に実はそういうところがあるというところで、自分が住んでいる町の地下に実はこういうことがあるかもしれない恐怖感の部分を摂取できるとともに、それに関与してしまった主人公がこうどんどん狂っていくんですよ。でこの狂う描写を見るのがかなり怖くて、こうどんどんね読んでるこっちがなんかその主人公の松永に結構感情移入してるんで、読者ごと狂っちゃうというか、そういう感覚になるような作品で、これはね面白かったですね。特にですね序盤はこうジメジメと進むんですけど、結構中盤から後半にかけてはかなりねこうスピーディーに展開がどん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 動いていって、読後感もねホラーにしては読後感があまりこうジメっとしてないというか、ある程度の解決はあるようなそういうお話になっているんですが、それでもちょっと怖いなという作品です。この作品の途中で、まあ、多少ちょっと強引な展開もあったりとか、まあ、最後ねちょっと僕的に腑に落ちない部分もいろいろあったんですけれども、この序盤から中盤この終盤にかけてのこの話の持っていき方がすごいエンタメホラーとしてめちゃくちゃ完成度高かったので、いやこれは面白かったなということでランクインしました。まあ、ぜひね気になった方読んでみてください。序盤のね狂う感じとかもうこの作品ならではの怖さだと思うので、ぜひぜひ。ということで16位が産方父さんのコッパイでした。はい、続いて読んでよかった本15位がこちらです。千早茜さんの白金の葉、
生きることの感能を描き切った新境地にして渾身の大河長編ということで、こちら2023年上半期の直木賞受賞作となります。で、僕もですね、直木賞の予想動画とか結構上げてるので、そちらでもね詳しく話したんですけれども、まあ、この作品はねとても印象に残ったなということで、15位にランクインしました。あらすじは、まあ、戦国末期のシルバーラッシュに湧く石見銀山でのお話なんですね。で、これはあの時代小説としては一応くくられてはいるんですけれども、そこまであの時代的な背景の知識なんかは結構いらずに、こう読んでこう楽しめるような作品になってます。で、その石見銀山の銀を掘る職業っていうのがありまして、その銀を掘る人を山師と言うんですけれども、その銀を掘る天才的な山師と言われた男、喜兵衛という男がですね、ある日梅という少女に出会って、いや梅をこう引き取って石見銀山で一緒に暮らしていくんですよ。で、この梅という少女が、まあ、主人公のお話がこの白金の葉という作品になります。拾われた梅はですね、その山師の職業を見て、すごいと、山の中でこう銀を掘って、でそれで生計を立てている。梅自身も私は山師になるって言うんですね。なんですけど、その戦国末期ではやっぱり女性と男性の差別が結構激しくて、梅はこう山師になれないっていうのを周りから言われるわけですよ。そんな中でも、まあ、梅は山師になる、なるんだって言って、まあ、どん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 その石見銀山で過ごしていく中で、こういろんな男たちとの出会いがあって、梅自身はその石見銀山でどういう生き方をしていくのかというのを、こう梅の一生をね見ていく話なんですけれども、これがね、なんて言うんでしょうかね、そのこの作品のその一番の魅力は、この作品って特にあのインパクトのある出来事とかはっきりしてるわけじゃないんですよ。なんでこの作品がこのめちゃくちゃすごいのかというと、あの梅というね人物の心理描写、ただ一点のみを描いているんですよね。で、これはね、ぜひ読んでみてほしいんですけれども、幼い頃と大人になることで考え方とか価値観とかどんどん変わっていくじゃないですか。で、そこをあのこの白金の葉では、梅というね結構気性が荒い少女を軸に、梅自身がどういう思考をしてこうどんどん変わっていくのかというところに結構メインが置かれていて、あの序盤、中盤、終盤、それぞれにおいて梅の考え方って全然違くなっていくんですね。物語が進んでいく中で理不尽なこともあったりとか、すごいね悲しい出来事、辛い出来事もあったりします。なんですけど、それを梅はどう乗り越えていくのか、それがあったことで梅はどういう生き方の選択をするのかっていうところがすごく濃厚に緻密に書かれてて、これはねすごく面白くて心に響きました。ページ数としては結構普通、なんかベラボーに長いというわけではないので、まあ、ぜひね気になった方は読んでみてください。逆境に何度も立ち向かう梅の人生から励まされること間違いなしの傑作なので、ぜひ読んでみてください。ということで、第15位が千早茜さんの白金の葉でした。はい、続いて読んでよかった本第14位がこちらです。市川優斗さんのバンプドッグは叫ばない。限界体制が敷かれた都市と密室状態のかけらがで起こる連続殺人、殺人鬼が仕掛けた想像を絶するトリックとは、マギアとレンが挑む史上最大の難事件というお話になってます。はい、こちら14位がバンプドッグは叫ばないになります。いや、こちらですね、僕のチャンネル結構見てくれる方からすると、まあここに来たかという反応になるかもしれないんですけれども、このバンプドッグは叫ばないはマギア&レンシリーズっていう僕がめちゃくちゃ好きなシリーズの最新作なんですね。で、今年刊行のこの新作をね読みまして、いろいろ僕自身としては思うところがあったんですけれども、まあ総じてめっちゃ満足度が高かったのでこの順位にランクインしました。このシリーズの説明をちょっとしますと、このシリーズはあのマリアとレンという2人の刑事コンビがですね、こう難事件をどんどん解決していくというシリーズなんですが、このシリーズの特徴って、この作品の世界観がですね、僕たちのいる現実はちょっと違うというところなんですね。で、これ何を言ってるのかというと、あり得たかもしれない世界でのSF のミステリーなんですよ。まあ、例えばですね、あの1作目のジュリーフィッシュは凍らないという話があるんですけれども、この作品では、まあ、あり得たかもしれない次世代飛行艇、ジェリーフィッシュっていうクラゲ型の飛行艇が、普及している世界でのお話、そのジェリーフィッシュの中で起きている事件を解決する物語とか、まあ、2作目はですね、ブルーローズは眠らないっていうんですけども、これはちょっと僕たちの世界とは逆で、この青いバラって僕たちの世界ではあのできるんですけれども、あのこの世界では青いバラはできないと言われ続けてきたなんですけど、その中で初めて品種改良で青いバラが成功して、その青いバラをめぐる
こう殺人事件を解決していく話とか、科学的な SF 要素を結構盛り込んでいる物語なんですよ。でその中の最新作がこのバンプドッグは叫ばないということで、でこの作品ではマリオとレンというね刑事コンビがバンプドッグというね連続殺人鬼が脱走してしまって、その連続殺人鬼バンプドッグを追っていくというお話になってまして、でこれですね、そのシリーズの特徴である SF 要素っていうのがあるんですけれども、これがねがっつりネタバレになってしまうのでちょっと言及はできないんですが、かなり僕は楽しめて、いやめちゃくちゃ面白いお話でした。でこのシリーズの特徴で僕がめちゃくちゃ好きなのがこう読後感の部分で、こう読んでいって読んでいってなんていうか切なくもあるし、なんかこう虚無感のあるこうなんだろうな、どうしようもないやるせない読後感っていうのがありまして、このシリーズ特有のそれがねめちゃくちゃ癖になって僕大好きなんですけれども、僕自身そこあんまりちょっとハマれなかったなというのがこの作品で、なのでちょっと14位という、ランクインしてるんですけれども、この作品では結構ねいろんなあの登場人物、過去の登場人物が出たりとか、過去シリーズからのこう伏線とかそういうのも回収したりとかするので、結構シリーズファンとしては嬉しいところ結構あったんですけれども、この作品単体で言うとねちょっとはなんかまだもうちょい一ひねり二ひねり欲しかったのかなっていうのが僕自身のちょっと感想で、まあ、過去のシリーズ読んでいるからこそ、いやめちゃくちゃ過去シリーズのキャラクターがどんどん出てきてうおーってテンション上がったので、それをめちゃくちゃ満足はした作品にはなります。ぜひマリア&レンシリーズね読んでない方は読んでみていただきたいですね。ジェリーフィッシュがこのねブルーローズは眠らない、グラスバードは帰れないっていう最初の3つの作品がめちゃくちゃ完成度高くて好きですので、まあ、気になった方ぜひね、読んでみてください。詳しく紹介している動画ありますのでこちらにもぜひ遊びに来てください。ということで2023年読んでよかった本第14位が市川優斗さんのバンプドッグは叫ばないでした。続いて読んでよかった本第13位がこちらです。伊坂幸太郎さんのトリプルセブン。そのホテルを訪れたのは逃走中の不幸な彼女ととびきり不運な殺し屋。はい、ということで第13位がこちら、伊坂幸太郎さんのトリプルセブンとなります。いやこの作品はあの殺し屋シリーズの最新作となっていて、まあ、今年ね刊行された新刊なんですけれども、いやーまあ面白いですよね、本当に面白かった。でこの作品のあらすじなんですけれども、この作品ですね殺し屋の七尾という人物が主人公なんですよ。でこの七尾っていう人物はですねめちゃくちゃ運がなくて、とにかく月に見放されている殺し屋なんですね。で通称テントウムシと呼ばれている彼なんですけれども、そんな彼がですねある簡単な仕事を引き受けます。それがホテルの一室にプレゼントを届けるという、殺し屋なのにこう配送するっていうだけの仕事なんですけども、まあ、それをしますと。プレゼントを届けるだけの仕事だったはずなのに、なぜかそのホテルには神のユカというとてつもない驚異的な記憶力を持っている女性がいまして、でその女性を狙ったさまざまな殺し屋たちがホテルに集まってくるという事件も同時進行で起きているんですよ。そこにこう運がないから巻き込まれていくテントウムシなんですが、このテントウムシはこの神のユカを守りつつこの簡単な仕事を終えることができるのかというお話になります。伊坂幸太郎さんの作品はですね、なんといってもキャラクターが魅力的で、めちゃくちゃいいキャラがたくさん登場します、この作品。で、かなりね、この作品いろんな動画で紹介しているので、こちらにもね、遊びに来ていただきたいんですけれども、この作品の面白いところって、伊坂幸太郎さんなりの言葉遊びというか、そういうところもありつつ、ちゃんとですね、その言葉遊びの中の一節が、重要な言葉になってくるっていう、二度美味しいみたいなね、そのキャラクターの掛け合いもすごい楽しめるし、その掛け合いが伏線となってそれが物語に終盤にこう回収されて気持ちいい終わり方を迎えるってところ、この二度美味しい部分がすごくねエンタメ感マックスで楽しめるので、この作品はね純粋にエンタメとして素晴らしい作品でした。このシェアシリーズ最新作ではあるんですけれども、この作品から読んでも十分に楽しめる作品となってますので、ぜひ気になった方トリプルセブン読んでみてください。ということで読んでよかった本第13位が伊坂幸太郎さんのトリプルセブンでした。はい、続いて読んでよかった本第12位がこちらです。杉井ひかるさんの世界で一番透き通った物語。電子書籍化絶対不可能、紙の本でしか体験できない感動がある。はい、この作品はですねこの2023年
でめちゃくちゃ話題になった話題作の一つでもあります、杉井ひかるさんの世界で一番好きだった物語です。この作品ですね、まあ、ミステリー小説となっていまして、あらすじ簡単に説明するんですけれども、この作品は大御所ミステリー作家の宮内祥吾が亡くなってしまったというところから物語が始まっていって、その宮内祥吾はですね、女遊びが激しくて妻以外のいろんな女性とも関係を持っていましたと。でその中の一人から生まれたのが主人公の僕という人物です。でそんな主人公の僕にですね、ある日突然宮内祥吾の正妻との子供から連絡が来るんです。主人公はですね、結構隠し子的な存在だったので、その人物はね、腹違いの兄みたいな存在なんですけれども、その兄から父親が亡くなる前に書いていたミステリー小説、世界で一番好きだった物語のありかを知らないかと聞かれます。その連絡をきっかけに主人公は父親が死ぬ前に書いていた原稿、世界で一番好きだった物語を探していくというお話になります。いや、この作品ですね、先ほども言ったんですけれども、紙の本でしかできない体験っていうところが、これがとても革新的で世の中を騒がせた一つの要因でもあります。これがとても素晴らしい作品でした。このあらすじ自体はあまりこうひねったものではなくて、世界で一番好きだった物語を探していくというそれだけの物語なんですけれども、この物語の中でですね、紙の本でしかできない体験が最後の方に、ね、出されるんですよ。でそれがね、気づいた時にうわそういうことだったのかっていう部分と、こんなことよく思いついたなっていうのがこう重なって、すごい読書体験になるんですね。でそれがこれ素晴らしかったです。この謎が解けた瞬間っていうのがね、とても気持ちよかったので、ぜひね読んでみてください。こちらの作品ページ数もねかなり薄くて、読みやすい、かなり本当に読みやすい文章で、綴られているので、誰でも挑戦できると思いますので、ぜひ小説読むの苦手だなという方から、ミステリー結構読んでるけどどういう話なのという方まで、ぜひみんなにねおすすめできる作品となってます。ぜひねこの感動をね味わっていただきたいです。ということで、読んでよかった本12位が杉井ひかるさんの世界で一番透き通った物語でした。はい、続いて読んでよかった本第11位の作品がこちらになります。白井智之さんの名探偵の生贄、病気も怪我も存在せず失われた死さえ蘇る奇跡の楽園ジョーデンタウン。調査に赴いたまま戻らない助手を心配して教団の本拠地に乗り込んだ探偵大戸屋は、次々と不審な死に遭遇する。奇跡を信じる人々に現実世界のロジックは通用するのか。圧巻の解決編150ページ、特殊設定多重解決推理の最前線という作品になってます。はい、ということでこちらですね、名探偵の生贄という作品なんですけれども、こちらですね2022年にめちゃくちゃ話題になった作品だったんですね。で2022年に話題になってたんで、2023年のね上半期に読みまして、いやこれやばいなと思った作品で、このね11位にランクインしました。いやこの作品をねちょっと語らせてください。この作品の特徴として、もう多重推理多重解決っていうところが結構前面に押し出されている魅力となります。でこの多重推理多重解決って何なのっていうと、例えばその一つの事件に対していろんな証拠情報を集めて一つの犯人を導き出すなんですが、その推理にはまた別の視点の推理ができて、別の解釈をするとまた違う人が犯人になってくる。でこういうね一つの事件を与えられてるいろんな情報をもとに考えると、いろんな考えができてしまう。それが何が真実なのか突き止めていくっていうのが多重解決の面白いところで、この先にその極地でめっちゃ面白いんですよ、ここが。でさっきも言ったんですけど、この解決編ってあるじゃないですか、そのミステリー小説の中の、でまあトリックも全部分かりましたよと。で探偵がですね、こうみんなのね登場人物を集めて推理を披露すると。で犯人はあなたですねって、まあ、言うのがまあ王道だと思うんですけども、この作品はそのあなたですねっていう解決編のパートが150ページあるっていう、どういうことってなる分量をしてるんですよ。でこれが多重解決のすごく面白いところで、一つの推理をまず披露して読んでる僕たちからすると確かにってこう納得できるんですけど、その後にどん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 ひっくり返っていく、また違う推理が始まって、あこれも違うと、でまた違う推理が始まって、このねこう何度も何度も畳みかけてくるこの感覚がこの作品の、ね、めちゃくちゃ美味しいところで、これがすげえ面白いです。
結構こう読んでた僕としてはどの推理もですね結構納得させられるんですよ。まあ、確かになと、あそうだったんだ。でもその納得しかけた状態でまた読み進めていくとまたこうひっくり返されるっていう、でこれがこう何回も続くんで、もうすごい本当にあの面白さ、最後の解決編って一番面白いところじゃないですか、ミステリーの。その美味しいところがこう150ページもわたって読めるっていうのがね、すごくこの作品の魅力的な部分で最高ですね。この白井智之さんという作家さんは今年この作品をきっかけにハマりまして、いろんな作品読んだんですけども、惚れ惚れするようなねミステリーの展開トリック、まあ、書く方なので、もうすごくねこの年は白井智之さんに出会えてよかったなと思うような年でした。でそのきっかけが名探偵の生贄です。で結構白井智之さん全般に言えることなんですけど、この作品以外もそうなんですが、あのグロい描写が結構白井智之さんの特徴というか結構あるんですが、まあ、この名探偵の生贄にはそこまであのグロ描写はそんなにあまり深くはないです。なのでこの作品からでもあのそのグロい描写が嫌な人でもまあ読めるのかなっていうのがまず一つと、逆にですねミステリー小説好きな人も結構いろんなタイプの人いると思って、トリックとか犯人が誰かとかそういうのがすごく好きな人にはめちゃくちゃ刺さるんですが、まあ、犯人の動機とかこの人間ドラマの部分が好きだというミステリー小説好きの方にはちょっとあんまり向かないかなと思う作品ではあります。僕もねどっちかといえば、まあ、このトリックとかの誰が犯人かというところもすごく好きなんですけど、こっち側の人間ドラマとかそっちの方が読みたいタイプで、そんな僕でもこの作品は本当に圧倒された作品なので、ぜひね気になった方読んでみてください。ということで読んでよかった本第11位が白井智之さんの名探偵の生贄でした。はい、ということで20位から11位まで紹介していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。いや結構ね語りたい作品がちょっとありすぎて、まあ、尺がねとんでもないことになってるんですけれども、10位からはめちゃくちゃ悩んで、まあ、どれもねとっても面白い作品たちになっておりますので、ぜひね見ていただければなと思います。それではまた10位の作品から紹介していきます。10位の作品がこちらです。小川聡さんの君のクイズ、クイズプレイヤーの思考と世界が丸ごと体験できる、そして読後あなたの知るは更新される、卓越したミステリーにして新感覚なのにエモーショナルなエンターテインメント最前線ということで、こちらクイズミステリーの君のクイズが第10位にランクインしました。いやこれはもうめちゃくちゃ面白かった。この作品ですね、あらすじ説明しますと、クイズ番組 Q1 グランプリに出場した三島レオと本庄絆という2人の人物が決勝戦でボタンの早押し対決をします。決勝に残ったこの2人が残る最後の1問、この1問を取った方が優勝するという勝負の1問に対して、なんと本庄絆は問題が読まれる前にボタンを押して正解してしまいます。一体なぜ彼は問題が読まれる前に回答することができたのか、この真相を解明するために負けた三島レオは決勝戦の問題を1問ずつ振り返っていくという話になってます。はい、この作品ですね、あらすじだけでもう面白いですよね。クイズの話って結構ミステリーに絡めるのが結構革新的というか、僕初めて読んだんですけれども、めちゃくちゃ面白い作品で、この作品の魅力いろんな動画で僕語ってるんですけれども、この動画でもねこの作品の魅力伝えていきたいと思うんですが、まずこの君のクイズの魅力一つ目が、なんでゼロ問調子が正解できたのかを論理的に詰めていくという魅力が一つあります。でこの問題が生まれないうちに正解するっていうのをこの作品ではゼロ問調子と言ってるんですけれども、なぜゼロ問調子が成功できたのか、これがやらせなんじゃないのとかインチキでしょって思うと思うんですけれども、しっかりとこの作品ではなぜゼロ問調子が成功することができたのかというところをすごくスポットライトを当てて、その謎についてどん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 深めていくという構成になってまして、これがめちゃくちゃミステリーですし、めちゃくちゃ面白い。ここがぜひ読んでいただきたい、この作品の一番の味噌の部分になってます。で、もう一つこの作品の魅力ありまして、主人公の三島レオがこのゼロ文字押しの謎に対してこの決勝戦に出た問題一つ一つ振り返っていくんですよ。で、その一つ一つの問題をクイズプレイヤーがこうやって早押しで押すんですけれども、その時のクイズプレイヤーの思考回路っていうのがかなり鮮明に描写されていて、で、というのも、まあ、一つ一つのその問題に対しての記憶のリンク付け、例えば水についての問題だったとしましょう。で、その水の問題についてこう出された時に、このクイズプレイヤーの頭の中で、この水について過去どういう出来事があったかなって、
自分の人生を振り返っているんですね。でその描写が結構あって、でここがすごくね、面白くて、メインテーマとしてはそのなぜゼロ文字押しができたのかっていうのを振り返る、でその謎を解くっていうのが一番ゴールにあるんですけれども、問題一つ一つに対してどうして答えることができたのかっていうところが結構人生のエピソードとリンクしてて、どういう人生を送ってきたのか、主人公の人生の中でどういう出来事が彼自身を形成したのか、なんか短編みたいな感じで一つ一つのその問題に対しての回答者側のエピソードっていうのがかなりしっくり描かれて、だから正解できたんだっていうところをこう読者に読ませてくれる部分がかなりあって、いやこれがねめちゃくちゃ面白かったです。でその一人一人の人生を見てるような感覚になりますし、だから正解できたんだ、こういうことを考えていたんだっていうのがこの小説を読めばすごいなってこう感心するとともに面白いなって思います。なのでぜひねこの作品は読んでいただきたい。僕のねリアル友達もこうめちゃくちゃ推してる一冊になります。はい、ということで語りすぎちゃったんですけれども、第10位が小川聡さんの君のクイズでした。はい、読んでよかった本第9位がこちらです。米沢ほのむさんの可燃物。太田市の住宅街で連続放火事件が発生した。県警桂班が捜査に当てられるが、容疑者は絞り込めないうちに犯行がピタリと止まってしまう。犯行の動機は何か、なぜ放火は止まったのか、犯人の姿が像を結ばず捜査は行き詰まるかに見えたが、連続放火事件の見えざる共通項を探り出す表題作をはじめ、桂警部の鮮やかな推理が光る5編という作品になってます。はい、ということで9位がこちらの米沢ほのむさんの可燃物となります。この作品ですね、2023年のミステリーランキングがいろんな出版社さんから出てるんですけども、その中でもこのミステリーがすごい1位、ミステリーが読みたい1位、週刊文春ミステリーベスト10で1位と3冠を達成したという作品になります。2023年は、この可燃物がかなりミステリーファンからの評価を集めた傑作ということで、可燃物の年となりました。いやいやー、これ読んだ僕もですねかなり面白くて、この作品のね素晴らしさ、どこが魅力かっていうのをちょっと語らせていただきたいんですけれども、あらすじとしてはこちらの作品、群馬県警の桂警部という人物を主人公に置いた警察ミステリーとなります。そんな桂警部が解決した5つの短編が入っているという短編集となっておまして、桂警部の鮮やかな推理、とにかく推理がめちゃくちゃ高解像度で読める作品となってます。米沢ほのぶさんって短編集がめちゃくちゃ上手い方で、マンガンとか黒牢城とかすごい完成度高い短編集いっぱい出してる方なんですけれども、僕この作品紹介するときいつも言ってるんですけど、米沢ほのぶさんの短編集の描き方ってこの起承転結それぞれを限られたページ数の中でしっかりこう展開していく、1ページ読めば読者がもうその物語の波に乗っていけるようなすごくねうまい短編が入っているという作品になってまして、もう本当に読みやすいですし、短編って限られたページ数の中で物語を組まなきゃいけないんで、もう一つ一つの出来事というか描写がかなり重要になってきて、それをですねこの物語の終盤きっちりとグッズ全部手繰り寄せて回収するっていう、このね鮮やかな畳み掛けがねすごくうまいんですよ。で可燃物でもねそのうまい作品が、5つも入っていて、うまいって思ったところが、桂警部あくまで推理をする人なんですよね。でその短編の中ですごく際立たせる部分、人間ドラマとして際立たせてる部分が犯人とかその出てきた登場人物とかにあるんですよ。もう桂警部はもう推理する、事件を解決するっていうところに終始徹していて、その事件に裏に何があったのかっていう心理描写のところは、その事件の主要人物だとかサブキャラクターたちがどんどん深みを与えてるっていう、この構成がね結構短編集の中でうまくやられていて、これはねめちゃくちゃ面白かったですよ。本当に短編それぞれの作品の中でインパクトっていう部分は欠けてる部分が結構あるんですが、このなんだろう、うまい超絶技巧の短編集という部分、それだけでこう読む価値があるなと思う作品ですので、ぜひね読んでみてください。ミステリー小説3巻を達成したということもあって、かなりね満足感がある読書になること間違いなしです。ということで読んでよかった本9位が米沢ほのむさんの可燃物でした。はい、続いて、第8位の紹介です。第8位がこちらです。伊坂幸太郎さんのアックスです。兜は超一流の殺し屋だが、家では妻に頭が上がらない。一人息子の勝美も呆れるほどだ。
カブトがこの仕事を辞めたいと考え始めたのは、カツミが生まれた頃だった。引退に必要な金を稼ぐために仕方なく仕事を続けていたある日、爆弾職人を軽々と始末したカブトは、意外な人物から襲撃を受ける。こんな物騒な仕事をしていることは家族はもちろん知らない。物語の新たな可能性を切り開いたエンターテインメント小説の最高峰という作品になってます。はい、こちら先ほど紹介したこちらの伊坂幸太さんのトリプルセブン殺し屋シリーズの第3作目になります。このアックスも今年読みまして、この殺し屋シリーズで言うと僕はねこれが一番好きだなと思ったので第8位にランクインしました。はい、でこちらの作品ですね、先ほどのあらすじでも触れたんですけれども、トリプルセブンと同じように殺し屋が主役のミステリー殺し屋シリーズとなります。で、殺し屋シリーズの中でこの作品はかなり特殊な立ち位置の小説となってまして、まあ、基本的に殺し屋シリーズグラスホッパー、マリアビートル、このアックスが3作目で、トリプルセブンと4作あるんですが、このアックス以外の作品はみんなこう殺し屋たちが何人も登場して、作品それぞれ多少違いはあれどバトルロワイヤルみたいなね、こうどん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 殺し屋たちが戦っていくという話がありまして、結構そういう話メインなんですが、この作品アックスという作品だけはそこまでバトル感はなくて、カブトという殺し屋一人にすごく焦点を絞った作品となってます。前までのね、そのエンタメっていう部分においては、その先ほど紹介したトリプルセブンとかいろんな殺し屋がこうドンパチやっていく、それをこう伊坂幸太郎さん独特の軽快な描写で、読んでいくっていうのが、まあ、癖になるんですけども、この作品アックスは殺し屋なのに妻が怖いっていうこのギャップがありつつ、その兜がですね家族にバレないようにいろんな仕事をしていって、その仕事をしている兜の様子がどんどん読めるっていう作品です。まあ、コメディ感というかコミカル感がその他の殺し屋シリーズと違って特に際立ってできてたなっていうのが魅力の一つとしてあって、でプラスですね、そのコメディ感だけだと他の殺し屋シリーズの作品とはあんま変わんないんですよ。むしろ登場人物、殺し屋の登場人物が一人減ったので、インパクトに欠けるなという感じなんですが、これがね、兜という殺し屋一人の人生に深く深くこう根を下ろしていくことを描写していくことで家族小説として感動できる作品に仕上がっていまして、なぜ兜が殺し屋を辞めたいのか、そしてなぜ共済家となっているのか、これがですね、終盤のあるストーリーがあるんですけども、それがねめちゃくちゃ泣けて、読んでて本当にボロボロ涙を流した作品ですね。こちらは特にそういうエンタメ的な部分は多少薄くはなってるんですが、その人間ドラマというか人間描写の部分がすごく好きだなという方はね、めちゃくちゃハマる作品だと思います。しかもね、伊坂幸太郎さん特有の伏線回収がバチッとねここぞとばかりに決まって、もう本当にもう最後すんげー小説読んだなと、もう最高の作品でした。本当にまあ、ぜひね読んでいただきたいおすすめの作品となります。で、伊坂幸太郎さんの殺し屋シリーズなんですけれども、この作品からでも僕は全然大丈夫だなと思うんですが、他の作品を知っているとより分かる小ネタみたいなのが結構散りばめられていって、ストーリーにはあまり深く関わらないんですけれども、その小ネタも全部楽しみたいなという方は、まあ、ぜひね殺し屋シリーズ1作目から読むことをおすすめします。あ、でもね、この作品だけでももうとんでもなく面白いお話なので、まあ、ぜひ気になった方読んでみてください。ということで、読んでよかった本第8位が伊坂幸太郎さんのアックスでした。はい、続いて読んでよかった本第7位の作品がこちらです。伊調美智さんの光のとこにいてね。ほんの数回会った彼女が人生の全部だった。古びた団地の片隅で彼女と出会った。彼女と私は何もかもが違った。着るものも食べるものも住む世界も。でもなぜか彼女が笑うと私も笑顔になれた。彼女が泣くと私も悲しくなった。彼女に惹かれたその日から残酷な現実も平気だと思えた。ずっと一緒にはいられないと分かっていながら一瞬の幸せが永遠となることを祈った。どうして彼女とじゃないと私は幸せじゃないんだろう。人が人を思う最高純度の奇跡というお話になってます。こちらの作品は2023年上半期の直木賞候補として、ノミネートされていたので読ませていただいたんですけれども、本当に感動しました。僕はもうこの作品読んで本当に感動して、こんなに素敵な物語があるんだっていう読後感とか、全て読んだこと全てがもう本当に読んでよかったなっていう一言につけるというか、そういうね作品なんですけれども、あらすじとしては
こちら、ゆずちゃんとかのんちゃんという2人の女性のお話となっていて、その2人がですね、ある団地で出会うんですね。小学生で運命的な出会いをした2人が、高校生、そして大人になっていく、その2人の人生を追っていくというお話になっていて、この作品がですね、めちゃくちゃ心に染みて、なんか背景も育ってきた環境も違う2人の女性がどんどん惹かれ合っていく、そしてそれぞれがそれぞれ支え合っていくっていう、こう2人のですね、この運命的な出会いから、その彼女たちの関わりを通してどういう風な大人に育っていくのかってところを、こう一生通してこう読めるっていうところがまず一つ目の魅力で、結構ページ数長いので、いろんなことが起きるんですよ、二人の間に。その一つ一つのエピソードが、ゆずちゃんとかのんちゃんっていう二人の視点が交互につながる形でどんどん展開されていくので、二人のすれ違いとか、あの時はこう思ってたのにそれが伝わってないとか、そういうのも読者としては全部こう分かっているっていうか、読めちゃうんで、そこのね、もどかしさっていうところもまず魅力の一つとしてあって、それもすごく、胸に来るんですけれども、その後ですね、その終盤にかけての二人が大人になってからの話がまた、感動的で、こう、運命的な再会をまた果たした後に二人が親密になっていくんですけれども、そんな二人にね、また辛い出来事がどんどん重なっていく。この彼女たち二人はどうするのか、この二人がどう生きていくのか、それがね、どんどん読めて、めちゃくちゃ読みやすくて、本当に純度の高い愛の物語だなと思いました。なので本当になんか二人のことを好きになってしまいますし、そして何よりイチャミスさんの文章がとても印象に残って、小学校、高校、大人っていう三つの章で構成されてるんですけども、それぞれの章の終わりに、その二人の会話の中で光のとこにいてねって言うんですよ。でその光のとこにいてねっていうこの一文が全く印象が違う一文になっていて、いやこれが本当に心に刻まれるというか、この光のとこにいてねという言葉がこれほどまで深く刺さるんだっていう、その描写の部分がすごく秀逸で、いやー面白かったし、もう本当に読後感ももう本当素晴らしい。物語の途中からこういくんじゃないかなっていうところをどん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 こう予想しない方向にどんどん行くんですけれども、もうそこが読後感はまたなぜかこう希望に満ちてるというか、これがねもう本当に良かった本当に良かったですし、読んでほしい作品です。ぜひね、気になった方読んでみてください。本当に激推しの作品です。ということで、長くなってしまいましたが、読んで良かった本7位がイチョウミシさんの光のとこにいてねでした。はい、続いて読んで良かった本第6位がこちらになります。厚川辰巳さんの午後のチャイムが鳴るまでは、昼休みの完全犯罪にご用心、本格ミステリー大賞作家の最高到達点。はい、ということで、読んでよかった本6位がこちらの厚川辰巳さんの午後のチャイムが鳴るまではです。こちらもですね、めっちゃ面白かった話で、厚川辰巳さん最高だなと思うんですけれども、こちらどういう話なのかというと、つくもが丘高校と呼ばれる高校がありまして、その高校の昼休み、65分間が昼休みなんですけれども、その65分間で巻き起こる高校生の生徒たちの日常のミステリーが5つの短編で入っているという作品になってます。もうこちら本当に読みやすくて、もうユーモアに溢れてて、すごくほっこりする青春ミステリーとなっています。収録されている一つ一つの話も、本当に高校生たちのすごいバカっぽいお話も入っていたりとか、恋愛的なね、青春要素も入っていたりとか、ちょっと昼休みにこうだべってる高校生とか、そういうやつらがメインの話もあったりとか、日常のゆるいミステリーなんですけれども、その一つ一つの日常のミステリーが本当に完成度が高いミステリーに仕上がってるという話になってます。でこちらの作品ですね、短編集それぞれの面白さもさることながら、この5つの収録されてる短編がもう最後にですね、ぐるっと全部まとまるっていう爽快感が味わえて、これが本当に凄まじい出来で、伏線回収ってまさにこのことだっていう、本当に全部つながるっていう話なんですよ。ここがね、一番読んでて気持ちよくて、この第6位になった部分でもあります。いやーもうね、こういうのがあるからミステリー読むのたまらんなーって思うんですけれども、そこのね、こう読んでた時の脳汁が出る部分っていうんですかね、この最後のぐるっとまとまって隠れていた伏線があらわになる部分、これが本当に気持ちよかったですね。ぜひ皆さんに読んでほしい作品ですし、
まあ、塚辰巳さんっていう作家さんが僕めちゃくちゃ好きなんですけども、もうこの作品で、まあ、こういう日常系のミステリーも描ける方なんだというか、まあ、さらに5つの短編をまたがった伏線をこんなに鮮やかに回収できるお話を描けるんだっていうのにすごく感動した作品なので、本当に一つ一つの話はすごくバカらしい話もあるんですけれども、もうそれぞれが全部つながる最後、ここはもうぜひ読んでいただきたい超傑作となります。気になった方ぜひぜひ読んでみてください。おすすめです。ということで第6位が松川辰巳さんの午後のチャイムが鳴るまではでした。はい、続いて読んでよかった本第5位がこちらになります。白井智之さんの名探偵の腹渡、渡るくん、君は真実を語るべきだ。農薬コーラー毒殺魔、局部切断女、そして恐怖の30人殺し、昭和史に残る極悪犯罪者たちが地獄の淵から蘇り、現代日本で殺戮の限りを尽くす。空前絶後の惨劇に立ち上がった伝説の名探偵は、推理の力でこの悪夢を止められるのか。疑え、そして真実を見抜け。二度読み必至の鮮やかな伏線回収、緻密なロジックによる美しき多重解決、本格ミステリーの真髄ここにあり、という作品です。はい、ということで第5位が白井智之さんの名探偵の腹渡となるんですけれども、こちら先ほど紹介した名探偵の生贄の姉妹作品となります。一応世界観は一緒で、まあ、時系列がちょっと違う些細なつながりを持っているという作品なんですけれども、僕的にですね、この生贄よりこっちの腹渡の方がすごくエンタメ感というか、こう読んでてめちゃくちゃ楽しかったので、こちらを5位にさせていただきました。で、こちらどういう話なのかというと、浦野九という探偵と原田渉という助手の2人の名探偵コンビが殺人鬼たちとバトルを繰り広げるというすごくね、あのエンタメ感マックスのミステリー小説になります。でこれ結構ですね、 SF 要素が強めの作品となっていまして、あの白井智之さん特有のその多重解決っていう部分が、まあ、一つ一つ、配置されていて、ちゃんとしっかり読めるっていうのもそうですけれども、一番この作品ですごく良かったなっていうのが、この助手の原田渉くんっていう人の最初のエピソードと最後のエピソードが結構対比になっていて、あのここであの主人公の成長ががっつり描かれていたところにすごく僕はあの読んでて、こうめちゃくちゃ気持ちよさを感じてしまって、この原田渉ってキャラはすごくなんかどっちつかずなキャラで、結構ねこう強く言えないというか、そういうキャラだったんですけれども、その原田渉っていう助手が最後の最後ですね、こう成長していく様っていうところがすごく読めましたし、その伏線回収っていう意味でもすごかったので、この作品はね、もうエンタメ、ザ・エンタメっていう感じでめちゃくちゃ面白かった作品になります。まあ、グロ描写も多少あるんですが、あの結構 SF というか結構とんでも設定寄りの作品なので、でそっちの方が多分インパクト強くて、グロ描写の方はあんまり強くないと思いますので、伏線回収っていうところと、その原田渉くんの成長っていうところがすごく気持ちいいので、まあ、ぜひ読んでみてください。ということで、読んでよかった本第5位が白井智之さんの名探偵の腹渡でした。はい、続いて読んでよかった本第4位がこちらになります。長谷清舟さんの少年と犬。傷つき悩み惑う人々に寄り添っていたのは一匹の犬だった。2011年秋、仙台。震災で職を失い、家族のため犯罪に手を染めた男。偶然拾った犬が男の守り神になった。男と犬。壊れかけた夫婦はその犬をそれぞれ別の名前で呼んでいた。夫婦と犬。人と犬の死を超えた深い絆を描く第163回直木賞受賞作というお話になっております。この作品はですね、2023年僕が読んだ本の中で一番泣いた本になります。いや、これは泣けましたね。これ本当に泣けて、どういう話なのかというと、先ほどあらすじもあったんですけれども、こちら犬のお話なんですね。で、この犬の名前がタモンっていうんですけど、この犬ですね、タモンっていうんですけど、この犬がですね、なぜか東北から熊本に向かうっていうお話になってまして、そのタモンが熊本を目指してこう歩いていく、旅していく中で、それぞれ出会った人間たちとのお話が入っているという短編集になっています。で、これ何が素晴らしいのかというと、この犬と出会ったそれぞれの人間たちの描写というか、まあ、人間ドラマというか、それがすごくね、心にぐさぐさと来るようなお話が入ってまして、タモンが出会った人間っていっぱいいるんですね。それこそ老若男女、いろんな方がいるんですけれども、その人々がそのタモンと出会うことで抱えてた悩みだったりとか、自分の生き方だったりとかを見つめ直してどんどん成長していくっていう、でそしてタモンとの別れがある、
で、この一連の流れがですね、短編に全て詰め込まれてて、これがね、どの作品の主人公たち、そのタモンと出会った主人公たちも全然違う背景を持っていて、だけどこのタモンという不思議な犬と出会うことで成長できた、一歩進むことができたっていうのが入ってまして、これがねすごく心に残るし、そのタモンといい別れ方をしてる人もいるし、悪い別れ方をしちゃった人もいる。だけどそのタモンと出会ったことでしか成長できなかったことが確かにあったっていうところがすごく印象的に描かれてて、いやーもう最高に面白かったです。そして最後にですね、そのタモンがなぜ熊本に向かってたのか、その熊本のお話が最後入ってまして、それが少年と犬という題名の短編なんですけれども、それがねめちゃくちゃ泣けましたね本当に。僕もですね、実家で犬を飼っていて、でその犬がですね今年ちょっと死んでしまったんですね。でそれもちょっと相まって、犬ってやっぱ不思議な力があるんだなというか、その自分の境遇ともちょっと重なってかなり泣けちゃいましていやー本当にこうなんか犬が好きな方がぜひ読んでほしいですし、なんかその自分のそのなんだろうな、本当に自分の境遇とも重ね合わせて、本当に深く泣いてしまったという、これは読み手それぞれで多分感情移入の度合いって変わってくると思うんですけど、僕の場合はすごく自分の実感で生きていた犬とすごく照らし合わせて読んでめちゃくちゃ泣きましたね。ストーリーとしてもね、ものすごく素晴らしいお話で、僕自身もですね、その実家で飼ってた犬と出会って成長して、この犬と出会えたからこそ、ももちゃんって言うんですけど、ももちゃんと出会えたからこそ成長できた部分もいっぱいあるなっていうのをすごく、なんだろうな、小説と全く関係ないんですけどね、そういう、この犬と出会えた主人公たちに自分もなんか加わったような感覚で読めたので、すごく泣けましたし、直木賞受賞も納得の深いお話でした。読後感もね、とても素晴らしいので、ぜひ読んでみてください。ということで、読んでよかった本第4位が、長谷清舟さんの少年と犬でした。はい、ということで、ここからベスト3の紹介になるんですけれども、ここから紹介するベスト3は、どの作品もですね、もういろんな投稿に尖っていて、僕のその1年で読んできた本の中では、この3冊は揺るがないなと、本当に読んでよかったなという作品たちですので、ぜひラストスパート最後までご覧ください。それでは第3位から参りましょう。はい、それでは参りましょう。2023年僕が読んで本当に良かったなと思った本第3位がこちらです。兵庫夏彦さんの毛量の箱、箱を祀る奇妙な霊能者、箱詰めにされた少女たちの獅子、そして巨大な箱型の建物、箱をめぐる巨毛が美少女転落事件とバラバラ殺人を結ぶ、探偵榎木図、分子関口、刑事木原が皆事件に関わり京極堂の元へ、果たして月物は落とせるのか、日本推理作家協会賞に輝いた超絶ミステリー、百鬼夜行シリーズ第2弾。はい、ということで第3位がこちらですね。はい、京極夏彦さんの毛量の箱となります。この作品ですね、超絶有名作なんですけれども、2023年、今年初めて読みまして、えぐいっすよこの作品。まず何がすごいかというとね、これですよね、1000ページ超えの超大作となっております。これがねめっちゃ有名ですよね。この京極夏彦さんの百鬼夜行シリーズってめちゃくちゃ分厚いことで有名なんですよ。いや、なんでこんな分厚いのかというのがあるんですけども、これミステリー小説なんですかっていうぐらいの膨大な知識量が入っていますし、魅力的な殺人事件がもう入っていて、もういろんな要素をかき混ぜてギュッて凝縮して、このページ数、この作品になったという作品ですね。いやー、これはもう衝撃でした。読んでて素晴らしかったです。最高の読書体験でしたね。で、この作品ですね、僕動画1本で魅力を語ってる動画上げてるんですけれども、この作品ってこういろんな事件が同時進行で進むんですよ。で、3つか4つの事件が同時進行で進んでいって、で、その事件それぞれが、箱っていう、ある種その、この作品のメインテーマですね。この箱に行き着くっていうお話になってまして、とてもこの衝撃を受けた部分が、
この箱っていうところで、これ魅力を伝えるのがすごく難しいんですが、この百鬼夜行シリーズって、この妖怪が出てくるんですよね。で、この妖怪っていうのが、その SF 的な妖怪ではなくて、僕たちの意識とか、この現実世界に存在する妖怪をちゃんと落とし込んでるっていうところが、この作品のすごいところで、で、この作品では毛量が出てくるんですよ。これ難しいと思うんですけども、この毛量が何なのかっていうところと、この毛量って何で生まれるのか、そしてその毛量の箱って何なのかっていうのが、この作品でね、もうすごく壮大な、超濃厚な物語で綴られていて、殺人事件という皮を被ってるんですよ。そのミステリーという外面はあるんですけれども、その本当深淵には、この現代の妖怪って何なのかっていうところとか、そもそもそのなぜこういう事件が生まれてしまったのか、その箱っていうところ何なのかとか、そういろんなね、複雑な話が結構盛り込まれてて、でも最後ですね、この全ての知識とか、事件とか、登場人物のやりとりとか、全部がですね、最後収まって、圧巻のラストを迎えるっていう作品になってまして、いや、もうこれはですね、もう、読んだ後、もう他の作品読めなくなるぐらい、この作品に浸れまして、いや、とんでもない作品を読んだなと思いました。登場人物に関して言ってもですね、もう京極堂っていうこの、妖怪を払う付き物落としの人物がいたりとか、あとね、えのきずっていう超探偵がいたりとか、あと関口くんっていうね、語り手の方がいたりとか、魅力的なキャラクターが登場して、事件をこう、引っかき回してくれるとともに、そこに、こう、無妖怪とかね、こう、いろんな知識がどんどん詰まっている。で、それが事件にがっつり絡まって、最後に、とてつもない読後感を、与えるっていう、もう本当に素晴らしく完成された作品です。でもう唯一欠点がですね、長いっていうところで、これはでも長いけど、もう読んで本当に良かったなっていう作品になりますね。本当に面白かった。で、初めて百鬼夜行シリーズ知ったという方は、ぜひね、一作目の、産めの夏を読んでいただきたくて、こっちの方がね、分量的には軽いです。600ページぐらいなんて、600ページで軽いっていうのもちょっとあれだと思うんですけれども、まあ第1作目なのでキャラクターが結構京極堂と関口くんって2人に結構焦点が絞られてて、とても読みやすいと思うので、最初はちょっとね読みにくいんですけども、産めの夏ね、ぜひ読んでみてください。で、産めの夏読んで、すごくこの百鬼夜行シリーズの世界観にハマった、もっと読みたいという方は、ぜひこの毛量の箱ね、読んでみてください。これ本当に今年読んで一番読後感が重かったというか、最高に達成感を感じましたね、この作品読んだ時は。はい、めちゃくちゃ面白かったです。ぜひ気になった方、読んでみてくださいっていうか、もう分厚すぎてちょっとハードル高すぎると思うんですけども、まあぜひね、産めの夏のね、一作目からね、ぜひ気になった方手に取ってみてください。ということで、読んでよかった本第3位が京極夏彦さんの毛量の箱でした。はい、続いて読んでよかった本第2位の作品がこちらです。村上春樹さんの街とその不確かな壁。村上春樹6年ぶりの最新長編、千百枚待望の刊行。その街に行かなくてはならない。何があろうと。古い夢が奥まった書庫で紐解かれ、呼び覚まされるように封印された物語が深く静かに動き出す。魂を揺さぶる純度 100% の村上ワールド。はい、ということでこちらですね。読んでよかった本2位が村上春樹さんの街とその不確かな壁です。これほんと素晴らしかった。もう本当に僕の読書人生の中では本当に衝撃を受けた作品でしたね。もうすごい、すごかった。で、この街とその不確かな壁っていう作品で、僕初めて村上春樹さんという作家さんの本を読んだんですよ。本当になんか村上春樹さんってかなり世界的に有名ですし、僕もですね、結構ミステリーばっか読んでた人間ではあったので、どういうお話を書く方なんだろうなとか、すごい皆さん絶賛していますし、こう、なんだろうな、いろんな方に知られてるからこそ、賛否両論ある作家さんと思うんですけども、どんな感じの話なんだろうと思って、今年ですね、6年ぶりに村上春樹さんの新作長編が出るということで、これを機に僕も読んでみようと思って、買って読んだんですよ。で、この作品ですね、僕読むのに1ヶ月ぐらいかかっちゃいまして、いやー、もう本当に衝撃の連続だったというか、そのね、動画も
上げているので、ぜひねこちらにも遊びに来ていただきたいんですが、些細な描写一つ一つ撮っても、そういう描写で描くんだとか、あと村上春樹さんが仕草とかを描くとこういう風に映るなっていう、そのね、革新的なその例えというか比喩表現がもうすごくて、これは本当に僕の中では衝撃すぎて、いやすごかったですね、この作品は。この作品というよりかは多分村上春樹さんの文章に初めて触れたからそう思うんだと思うんですけれども、本当にこれはすごくて、で物語的な話をすると、この作品は主人公が、僕という名もなき主人公なんですけど、僕が学生の時に彼女と出会うんですね。僕と彼女がね、互いに惹かれていって、こう幸せなひとときを過ごすんですけれども、その彼女がですね、ある日突然その主人公の僕に、今の私は本物の私じゃないって言うんですよ。でそれはどういうことって主人公は聞き返すと、本物の私はある壁に囲まれた町で暮らしている、でここにいる私は本物の私じゃないんだよって主人公に語りかけるんですね。でそこから主人公はその彼女と一緒に、その不確かな街って何なんだろうとか、街の設定っていうものを彼女とね深くこう話していくんですよ。でもどんどん彼女と語り合ってね、どんどん街の設定をして、また彼女とも語り合って仲を深めていくわけですが、そんな彼女がある日突然いなくなってしまいます。で主人公が彼女がいなくなってしまったことをすごく引きずるんですよね。大人になってからももうすごく引きずっていって、で彼女とはもう連絡がつかないし、会うこともできなくなってしまったと。でそんなある日、社会人になった、主人公の僕はですね、ある日目覚めると、不確かな壁で囲まれた街に突然飛ばされてしまうんですね。そこで目が覚めるんですよ。でこれは一体どういうことだと。昔彼女と語り合った街が僕の目の前にある。でそこでその壁の中に入って、その彼女の本物と出会うっていうところから物語が始まるんですね。すごく今冒頭のあらすじをちょっとはしょってお伝えしたんですけれども、ここまでもすごく描写っていうところに関してもすごくいろんな描写ありましたし、ここからもですね、その壁での生活の描写と現実世界の、描写っていうのがこうあって、一部と二部で分かれてるんですけども、それがねどん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 こう深まっていって、でこの壁って何なんだろうとか、僕自身その主人公は何なんだろうとか、こういうなんかね、すごくすごく奥に入っていくような読書体験ができまして、衝撃的な読書体験でした。僕ねこれをきっかけに世界の終わりとハードボイルドワンダーランドっていう村上春樹さんのこの作品の、なんか元ネタとなった作品、セリフオマージュ元の作品があるらしくて、その作品も読もうかなと思っていますので、それもちょっとね、来年2024年読もうかなと思っております。村上春樹さん気になった方はね、ぜひね、街とその不確かな壁読んでみてください。ということで今年読んで本当に良かった本第2位が村上春樹さんの街とその不確かな壁でした。ということで今年僕が読んで本当に良かったなと思った本第1位がこちらです。白井智之さんのエレファントヘッド、不可能犯罪×多重解決ミステリーの極限。精神科医の崎山は家族を愛している。だが彼は知っていた。どんなに幸せな家族もたった一つの小さな亀裂から崩壊してしまうことを。やがて謎の薬を手に入れたことで彼は人知を超えた殺人事件に巻き込まれていく、というお話になっております。はい、ということで1位がですね、もうこちらです。エレファントヘッドですね。で僕根っからもミステリー好きで、本当にミステリーが大好きで、今年はですね白井智之さんという作家さんに激ハマりした年でもありまして、でこの作品がですね1位になったのはなぜかというと、もう衝撃がすごい、もう明らかな設定ミステリーとしての衝撃が凄まじかったので、この作品1位となりました。でどういう衝撃かっていうのを言いたいんですけど言えなくて、この作品ですね謎もトリックも展開も全てネタバレ禁止の作品となっておりまして、てか何の事前情報もなしで読んだ方が 120% 楽しめるっていう超絶とんでもミステリーなんですよ。でガチで前代未聞のミステリーで、もうこれ読んだ時に僕もう頭に殴られたような衝撃を受けまして、もうこれは今年
一番だなってもう思いました。それほど衝撃がすごかったミステリー小説となります。今年は本当に僕は白井智之さんにハマってよかったなと思った年で、本当にこの作品でも白井智之さん独特の多重解決ミステリーというところと、あと特殊設定がね、特殊設定ミステリーというところ、これがねもう本当に濃厚で読んでよかったなと思った1位です。でこの作品ですね、結構グロくて、まあ、読む人選ぶんですけれども、ハマる人にはとことんハマると思います。もう衝撃的な冒頭から始まって、ちょっとねグロめな部分もあったりとかして、でもう中盤から終盤にかけてはもう衝撃のオンパレード、頭を殴られまくるっていう作品になってまして、本当に面白かったので、ぜひね皆さんに読んでほしいと思って、まあ、1位にさせていただきました。もちろんね結構ねグロくてきつい猟奇的な描写がかなりあるので、読む人かなり選ぶと思うんですが、ぜひ気になっている方はねぜひね読んでみてください。特にねミステリー小説に慣れちゃった方ですね、この作品読めば衝撃、本当に頭を殴られる衝撃が待ち構えています。ぜひぜひおすすめです。ということで2023年読んで本当に良かった本第1位が白井智之さんのエレファントヘッドでした。はい、ということで20作品紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。いやーめちゃくちゃ語りまくって、もう喉がカラカラなんですけれども、もう最後まで見ていただきありがとうございます。いやー今年もですね、もう本当にいろんな作品読めましたし、本当に読んでよかった本いっぱいあるなと思った年でした。しかもですね、この YouTube でも僕が読んで面白かった本をこう皆さんにねこういっぱい発信できたと思いますし、皆さんからもねいろんな小説を教えてもらって、すごくね楽しい1年間でした。来年もですね、いろんな楽しい作品、本当に素敵な作品がどんどん刊行されていくと思いますし、僕も読めてない名作かなりまだあるので、2024年も読書楽しむとともに、こう YouTube でね皆さんと小説について盛り上がっていきたいなと思っています。はい、ということでこのチャンネルでは僕が読んで本当に面白かったな、良かったなと思った小説を紹介していくチャンネルになります。この動画良かったな、面白かったな、参考になったなという方はぜひチャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そして皆さんの2023年に読んで良かった本のコメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いや本当にですね、この動画でも2時間3時間ぐらいも撮っててさすがに体力がちょっときつくなってきましたね。いやでも本当に好きな小説語るともう舌が止まらなくなっちゃって、皆さんに聞いていただけて読んでよかったですっていうコメントをいただけると本当に嬉しいですので、来年もですね皆さんに素敵な小説紹介できるように頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。